はい、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、今日行ったリメイクっていうほやほやなんですけど、そんなのをね、お話しさせていただきたいと思います。リメイクっていうのはですね、ちょっとね、いろいろ時々お話しさせてもらっているんですけれども、著作権があるためにですね、一応簡単に言ってしまうと、ほぼ商業利用が不可能です。ほぼというか、提携して許可を得ない限り、提携したりとか許可を得て対価を払ってですね、その著作権をなんかお許しいただくっていうか、利用とかね、商標権とかそういうのをやらない限り、基本的にもね、商業利用は不可になります。で、 YouTube アップっていうのがですね、商業利用なんですよね、これね。収益っていうのが発生するじゃないですかね。なのでリメイクをね、基本的にね、動画でアップすることをできないんですよね。なのでリメイクの方法、個人でやる分にはいいんですよね。なので個人でやるリメイクの参考になればということで、その図解でこんなことをやったという説明をさせていただきたいと思います。なんかその個人でやるんだったら、映してもいいかというと、映すこと自体がもう、それが結局 YouTube 自体が商業利用なんでダメなんですよね。そうするとこんな風なのどうっていうご提案っていうのは、私がよく提案していることのちょっとシンプルになっちゃいますけど、図解でね、説明して、それでちょっと何かのリメイクライフのですね、ヒントになればと思っています。そんな感じなのでね、ごめんなさいね、図解になるんですけど、ちょっとね、こういうのも時々よくやっているんですよね、実はね。なんだけどアップしないのも、もうね、ちょっと私もしびれが切らしてしまいましてですね、リメイクに関してはいろいろお話ししたいことがあって、本当もうこの先、SDGs とか言うならば、もうリメイクを著作権っていうところで阻まれてできないもんだから、そこにぶつかるんですよね。そうするともう何とかして、そういう著作権がをそれぞれの人がですね、ちょっと解放というか、私も自分 のハンドメイドバッグのデザインとか、著作権フリーとかいうのやり始めてますんで、なんかそういうことをみんな一人一人が、業者様自体がね、みんなその個人とかじゃなくても、そういう業者様が、そういう過去のやつ、で今のそのホットのやつはさすがにダメでも、そのね、昔のならいいよとか、そういうことならないのかななんてちょっと思ってますけど、実質は今全然ダメなんで、それに従っていきたいと思いますので、それはね、いずれそういう風になるときに、やっぱり声を上げれるのは、今ここでしっかりと、それに従っていくことこそがだと思うんですよ。なのでね、やっぱり段階を得るためには、ここは仕方がないところだなと思って、そのように対応する。まあ、それでも何か間違ってたところがあると、それはご指摘いただくことになるかもしれないけど、その体制でいくつもりであるっていうね、全くの実直にやらせていただくっていうことですね。そういうスタンスでリメイクに関してやってきます。そのリメイクの分野がないので、カテゴリーがコーデというカテゴリーでやっていきたいと思うんですよね。お洋服をちょっとお直しするところの、もうちょっと大胆なのがリメイクになっちゃうんですけど、リフォームの場合だとコーデの中に入ってるので、リフォームとリメイクはだいぶ違いますし、リフォームでもリメイクじゃないこれっていうのもあるかと思うんですけれども、リメイクという言葉で表されるようなことは、実際は今はもう動画は何も上げていないつもりでいますのでね、そういう感じでご紹介だけはね、やっぱりね、していきたいと思いますね。これはね、リメイクというものは本当に可能性を秘めたものだと思っています。はい、それでね、今日やったやつなんです。オーバーブラウスがありましてね、面積の割と広いブラウスがあったんです。でもそれはもう着ないということになりまして、ただ柄がね、いいし、結構ね、いいブランド様のものなんですよね。そうすると何とかしてその生地を生かしたいなと思って、自分でちょっとね、バッグを作ろうと思ったんですよね。でそれで、どうしてもそのいくらオーバーブラウスで広いパーツであっても、洋服というのはパーツが狭いものであってね、バッグを作るには、特にトートバッグなんかは横にどっしりしてますんで、幅がね、ないんですよ。でそのためにはぎみを真ん中に作るってことを工夫しました。で何もね、この2つ分必要でもないんですよね。だから少しだけはぎみができればいいんだけど、とりあえず真ん中にはぎみを作っていくことで、何かしら後々何かこのはぎみを隠す効果が、なんかそういう対策できないかなと思って今日は挑みましたね。
それでこの2枚のパーツをしっかり型紙作りましてね、同じサイズに一応こうしておくんですね。そしてこういう四角くちゃんと裁断しておきます。そして接着芯も貼っておきます。その次こんな風にね、ど真ん中で縫い代1センチでね、剥ぎ目を作って、あの縫い代1センチで縫います。そして割ります。これ反対側は割られているんですね。そうすると真ん中に溝ができますよね。割ってアイロンでペタンコにしますね。そういう感じの状態がこちらです。でここにね、表からねステッチなんかはまだこの時点ではかけません。このあのオレンジ色はあくまでもね、あの剥ぎ目の跡だよっていうだけであって、何もステッチではない状態にありますね。でそうしないとあのいけないんです。でこのあのもう裁断もしましたので、型紙に沿ってこういう風にトートーバッグの、ね、形に、ね、切り抜きました。あのやりました、裁断しました。その時にちゃんと真ん中のセンターラインが型紙のど真ん中と一致するように揃えてやりましたね。そこまではいいです。そしてここからがね、私のちょっと今日の工夫のアイディアなんですけれども、あの真ん中にそのオレンジの剥ぎ目ありますよね。ここにまずねステッチをねあえてかけます。あの剥ぎ目の溝なのでちょっとステッチが見えにくくはなりますけど、かけます。そして隣両サイドにまず5センチずつ、全部5センチの幅のストライプキルトみたいなのをかけていくんです。だから裏にですね、あのキルト芯みたいなのを貼っています。あのよく私が最近ご紹介しているフェルト布みたいなソフトアズジンっていうやつですね。これがねちょっと昨日知ったんですけど、ここ最近もあのこの真珠がないですね、なかなか。であの手芸のその裁縫とか手芸とかアパレル分野でのこの材料を探すと全くないもんですから、何でしょうね、材料の関係ですかね、なくなってしまいました。私が持ってるやつっていうのはもうほんと10年ぐらい前のやつなんで、その時も在庫のストックだっていう話なんで、やっぱりここ近年になってあれの存在がねちょっとなくなってきてるなと思ったんですね。でもあれってあのなんかの何かに絶対使われているはずだと思っていろいろ探した挙句ですね、なんかあのシートの役割としてインテリア系みたいなののねシートとしては幅が狭い状態で同じようなものだなと思うのが1個見つかりまして、なんかアマゾンとかそういうところで売ってるんですけど、ただ名前がちょっと分かりにくくて見つけにくかったんで、すごく時間がかかったんですけど、それはまたどんなところで見つければ見つかるかっていうのはあのおいおいご紹介してきます。これを貼ってキルトをかけるご紹介をしておきながらね、なかなか入手しにくいっていうのはちょっとご利用していただけにくくなるなって思ったので、ちょっと早いうちに早急にこれを対策したいと思いますね。で代わりになるそのそういう材料があるのかとか、不織布でね他のやつも考えてみたんですけど、やっぱりこのフェルトの1ミリぐらい厚みがある、それなんだけど軽いっていうのの良さがねめちゃくちゃあるんで、やっぱり同質のものが見つかるといいなと思って、ちょっとしばらくまた探してみますね。でちょっとご紹介できるように準備したいと思います。はい、それでごめんなさいね、あのそこからここからですけど、その真ん中に線一つあの入れましたよね、ステッチ。そしたら両端5センチずつでストライプ入れましたね。そしたらその隣にも5センチ5センチってずっとやってって、であの端っこは縫い代で取られるので、そこのところまで行く手前までで5センチでもうやめとくっていう感じなんですね。でそういう感じでストライプもうね最低限です。これ横にはもうねキルト入れてきません。本来ねキルトをかけずにやりたかったんだけど、真ん中だけ線が入っていると剥ぎ目だなって分かっちゃうんで、剥ぎ目をちょっとあの変な言い方だと悪い言い方だとごまかす感じっていうんですかね、あのごまかしてあのストライプのキルトをかけたんだっていう、そういう感じで映るようにデザインにしていくっていう工夫ですね。こんな考案をあの何かの時に別にこの裁断の仕方左右ではなくても上下でも使えると思いますし、上下だと今度はボーダーの柄になってきますよね。なんかそんな感じでアレンジして、このアイデアをあの何かにお役立ていただければいいなと思って、ちょっとご紹介する価値があるのかなと思いましてね、今回これを実際にやったので、ここまでなんです今日はね。ここからもうね完成まではまだ至ってないですけど、あの徐々にそういうリメイクものも徐々に手をつけていって、少しずつなんか進捗度を上げていくっていう感じですね。空き時間に使っていってやっていってですね、そういう感じになっています。はい、ではあのまたちょっと別のね、もう一つね本当はやったことあるんですけど、ちょっともうあの動画のが長くなりすぎてしまうのでね、あのもう一つ作ったのはね、作ったものだけ言いますけど、名刺入れ作ったんですよね。あの
名刺ストッカーっていうんですかね、いろいろいただいた名刺を入れておくためのお財布とかに入れませんもんね。その時はお財布に入れて持ち帰って、なんか事務所とかで保管しますよね、事業やってても自宅とかでもね。なのでそれをストックしていく、ふんわりした感じのなんか入れ物です。すごく簡単に作れることが分かったので、これはまた後日の動画でご紹介したいと思いますのでね、お楽しみにどうぞ。はい、それはね歯切れっていうカテゴリーでやると思います。はい、ということですね。ありがとうございました。